冷たい。うん、こっちの方が痛そう。利き足の方が疲れてるかな。うん、そうですよ、ちょっと痛い。あ、こっちのがすごい痛い。信じらんない痛さ。痛い。ちょっと軽くしますね。ちょっと助けて。ゴリゴリ感が、ね、左の日じゃないぞ。すごい、ちょっとすっごい痛いもん。だってそれでも痛いもん。痛い、ここだね、ここ。痛い、何痛い。腸の調子は良くない。わかんない。便秘とかはない。便秘とかはないんだけど。でああ、明らかにゴリゴリしてるこっちね、うん、だってそれでも痛いもん。さっきそれ大丈夫だったのに。大丈夫かな、私。大丈夫。健康にしてあげるよ。頼みますね。うん、いちいち痛いね、うん、もっとリアクションしていただいて構いませんよ。もうねそんなどころじゃないから、もう考えてられない、そういうの。そう、一気に熱くなった。女性がね、疲れてるとね、困るんですよ、うん、僕の YouTube のタイトルにもあるように、うんうん、秩父の女性の疲れを取るのが僕の仕事なんで。そうだ、はい、そうなんだ。もちろん男性もね、やりますけどね。女性が元気じゃないと男性もね、元気に働けないんで。なるほど、はい、よく分かってるね。そうですよ。痛い。が肝臓胆のが
右が肝臓胆の左が心臓脾臓ゴリゴリしてますよで縮むよねなんかいる。なんかいる、いたなんか詰まってる。いたギブギブ、ギブギブ。その前にね、20代、結婚する前まではエステティシャンやってた。そう。じゃあ合計何年？合計ね、エステティシャンが6年ぐらいだったから、何年ぐらいかな。大先輩だ。エステがだよ。整体はだって本当にその青年にやってたところのわずかしかない。人に触ってる数が違うとやっぱ違うかね。ここっからだね。うん、痛い。か、これ痛い。ここが硬い。痛い。なにそこ。痛い。まあやられないとね、ご気づかないというかわからないというか。外側そんなに痛いと思わなかった。
痛いよね。痛い。地味に痛い。疲れてるみたね、さっきよりいいなと思ったのに今。大丈夫。うわ、気持ちいい。
ありがとうございました。力加減大丈夫でしたか？痛かったけど大丈夫